はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、アームズチェンジシリーズ13、仮面ライダーガイム極みアームズです。はい、これはジンバーレモンアームズ、勝ちどきアームズとパワーアップしてきたガイムの最強フォームですね。極みアームズは直接変身するのではなくって、一旦勝ちどきに変身してからさらにもう一段階パワーアップでフォームチェンジしますので、中には外装パージ用の勝ちどきアームズが入ってます。外箱はこんな感じでかなり派手ですね。もちろん同じアームズチェンジシリーズがあればテレビ通りいろんな武器を召喚できますね。では早速レビューします。はい、中身はこうなってます。極みアームズ本体と DJ 銃が2種類、それと勝ちどきアームズの外装パーツが3つです。まずは極みアームズから、全身はこんな感じ。最強フォームの割にかなりスッキリしてますね。ベースカラーはグレーの成型色なんですけど、テレビ本編だと光沢感のあるシルバーホワイトなので、さすがにボディカラーは完全再現はされてないですね。それでも近い雰囲気は出てます。はい、上半身はこんな感じ。肩周りは塗装されてて、胸パーツは残念ながらシールですね。でもその分かなりカラフルで、クリアパーツ部分まで細かく柄が入ってますね。近づいてみると、結構造形が細かいんですよね。鎧パーツの再現度も高いです。後ろはマントパーツを外しても、ちゃんと鎧になってますね。腰周りには6個のロックシードがあって、ベルトにはロックシードも刺さってます。可動箇所はいつも通りですから、首がグリグリ動いて、腰周りと腕も足も自由に動かせます。足裏も穴が開いてますね。いつも通りライダーキックもできますね。武器は、火縄大大 DJ 銃が2種類で、銃モードと体験モードです。表側と裏側。今回の武器パーツは、すごい柔らかくって、勝ちどきアームズについてきた DJ 銃とは素材が違いますね。なので今回の方が、だいぶ軽い感じに見えますね。上から見ると薄い。体験モードも比較するとこうなります。こっちは分割しますけど、今回は一体化してますね。そして外装パージ用の勝ちどきアームズ。これは3つのパーツに分かれてて、このダイヤル付きの背面パーツをベースに、下半身と上半身を取り付ければ、鎧状態が完成しますね。全身クリアパーツで、いつもの勝ちどきアームズとは全く違いますね。塗装は最低限ですけど、なかなか造形は細かいですね。可動は肩周りが少し動くくらいで、それ以外はパーツ固定ですね。ではこれを極みアームズに装着させましょう。まずはパーツを引っ張って分解して、このマントの出っ張りに差し込みます。さらにこの穴に下半身のアームズを差し込んで、上半身もセットします。はい、これで装着しました。意外とそこまで違和感なく、ちゃんと装着してますね。腕周りのパーツまで位置がバッチリです。本物と比べると、こうなりますね。並べちゃうと結構違います。それでは外装をパージしましょう。後ろのパーツのこのダイヤルを右方向に回せば、上下の順でパーツが飛んで、左に回すと下上の順でパーツが飛びます。ではまずは右方向に回します。いきます。おー結構飛びますね。背面パーツは自分で引っ張って取ります。じゃあ今度は左回転しましょう。ちょっと上目にしていきます。左回転。おー、ちょっとこれ意外と楽しいですね。向こう向きに飛ばしましょうか。パージ。おー、こんな感じです。では後ろのパーツを取って武器を持たせれば、完成。仮面ライダーガイム極みアームズです。はい、勝ちどきアームズの外装をパージして変身が完了しました。やっぱり極みアームズはシルエットはスマートなんですけど、本当にかっこいいですよね。かなり将軍っぽくなりましたね。このフォームは全てのライダーの武器を召喚できるっていう設定ですから、同じアームズチェンジシリーズの様々な武器パーツがあれば、こんな感じとか、こういうこともできますね。極みアームズ専用の特定の武器がありませんから、どんな武器を持たせてもいいっていうのはかなり楽しいですね。キウイギキリンとソニックアローの二刀流です。設定的にはこういうこともできますね。はい、さらに現時点で発売されている武器パーツを全部装備するとこうなります。超ゴッテゴテですね。ガイムのフルウェポンアームズですね。まあ、正確にはあとドリノコが足りないですね。右手には DJ 銃、無双セイバー、大大丸、メロンディフェンダー、ドンカチ、一国内、キュウギギリン。左手に、パインヤンヤン、ブドウ流砲、ソニックアロー、
マンゴパニッシャー、カゲマツ、バナスピア。スイカ総人党は持てませんでした。それでも、とてつもないボリュームで、凶悪な感じになってます。そして極みアームズも、れっきとしたアームズチェンジシリーズですから、メットパーツを外して、この赤いパーツと、マントを引っ張れば、アンダースーツ状態になりますね。アームズを引っ掛ける場所と、メットをはめる場所が出てきます。他のライダー同様、上からくぐらせて、肩パーツでロック。さらにメットをはめれば、はい、パインアームズに変身できます。とは言っても、極みっぽさがいろんな場所に残ってますから、あんまり似合うものがなさそうですね。とりあえず、一番似合いそうなのは、イカアームズです。おー、これは予想通り、アームズとのシンクロ率がかなり高いですね。近づくとこうなってて、メットパーツをセットするとこうなります。やっぱり極みアームズは、アームズチェンジが微妙っぽいですね。ということで、アームズチェンジシリーズ13、仮面ライダーガイム、極みアームズを紹介しました。思ったより、勝ち時アームズの外装パージ遊びが勢いが良くって楽しいですし、極みアームズ本体も造形の再現度が高くってかっこよかったですね。同じシリーズのライダーがあれば、武器召喚やアームズチェンジもできますので、見た目以上にかなり遊べますね。大満足の商品でした。以上、アームズチェンジシリーズ13、仮面ライダーガイム、極みアームズの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。